どうしようかな。困ったな。悩んでるな。うち悩んじゃってるな。話聞いてほしいな。誰かにうちの話を聞いてほしい。ちょっとちゃちゃまれ。なんだ。なんだじゃないわよ。女の子が悩んでたら話を聞いてあげないと。お、どこにそんなやついんだ。うちが悩んでるんだって。あ、お前悩んでたのか。悩んでたわよ。もやもやってやつが頭に出てたでしょ。知らねえよ。おいら今釣りがしたい気分なんだよ。信じられない。乙女の気持ちより釣りを優先するなんて。はぁ、バカじゃないの。乙女がなんぼのもんじゃい。まぬけ。男女平等社会です。見苦しい喧嘩はやめなさい。私は保つし。なんなのあいつ。本当に空気読めないし気も使えないし、なんもいいところないわね。ただモコモコしてるだけの物体。死者誤入したらモコモコしか残らないわよ。かしこみかしこみ。カズ君、今から一緒に服屋に行かないかい。服には興味がありません。会員登録した場合、いつの間にか勝手に送られてきてるメールマガジンぐらい興味がありません。よっぽど興味ないんだね。それならさ、カズ君のために僕が服を選んであげるよ。これなんかどうかな。似合いますかね。うん、絶対似合うよ。今着てるその太っちょチリの先生が着てそうな服よりかは断然。太っちょチリの先生、ちょっちりよりめちゃくちゃいいと思うよ。ねっちりみたいに略すな。じゃあ早速試着しますか。あー、脱ぎすぎ脱ぎすぎ。愛したいだとか恋したいだとか。あ、その角はちゃちゃまるくんだね。おーい、ちゃちゃまるくん。ちゃちゃ、ピーナッツが好き。あ、そう。なんだよ、ノリ悪いな。スパイファミリーだよ、今流行りの。いや、そんなことよりアップルさんが呼んで。あいつなんか機嫌悪いから会いたくねえんだよ。え、今ドリフトしてるしずえさん通り過ぎなかった？は？気のせいだろ。とにかく急いで。僕が怒られちゃうんだから。お前さ、博物館にまで監視カメラつけてさ、モニタリングするのやめろよ。なーい。摩擦で背中痛いやつだ。へえ、これはすごい作品ね。すごい。ほんとすごい。なかなか味があるわね。味がある。うん、味というか、センスを感じるわね。なるほど、なるほど。こりゃ後世に伝わるわけだ。芸術ね。芸術よね。芸術だな。今日もアートを見ても特に何も感じないくせに、センスあると思われたくて美術館来てる奴らばかりで笑うた。おいこら。中央無尽に好きが飛